い、どうも水溜りボンドのカンタです。カンタの個人チャンネルへようこそ。ということで、はい、本日はなんと大先輩のオルタナチャンネルのジャパさんに来ていただきました。お邪魔します。お邪魔します。渋谷ジャパンです。すごいね、すごい家だわ。今日はもう本当に全然カットしたい部分とかも言っていただいていいですし、あー、なるほどね。なんかジャパさんとは結構共に YouTube を苦しんできた気がするんですよ。苦しんでね、泣いた時もあったりね、泣いちゃうかもしれないけどね、今日もね。昔から見てくれてる人はね。そうですよね、本当に。まあ、あの大学お笑いっていうところから、そうだね、まあ、若干近しいところもありつつ、うん、YouTube のこう荒波に揉まれたりして、揉まれてね、再生数に取りつかれ、やっぱどう頑張っても再生数がいい日は、うん、ジャパさんも僕も元気。確かに確かに。どっちかがあんまり良くない日は片方元気ないっていう状態でご飯に行き続けたわけじゃないですか。そうだな、本当に再生回数に取られた時は、伸びなかった時、本当起きれなかったもん。言ってた。していや、マジで、ね、体動かなくなっちゃって。だってジャパさん、僕覚えてますけど、その企画を考えることを潜るって、潜るって、潜って下の方の奥の方で、そう、企画をなんとか取ってくる作業をしてた時期もありました。やっぱその年齢で言うとちょっと上じゃないですか。はい、そうだね、オルタナさんって、うん、僕今28なんですよ。 28?28 です。若いね。あ、若いですか。 ありがとうございます。全然若いじゃん。でもあの時僕らが20代前半でうわーってなってた時、28のオルタナさん輝いてました。いや、俺もね、それ思うのよ、最近。え、マジですごくないですか。28の時、内藤が28っていう曲を出してるわけだから。そうなんですよ。だから、あの時、そう、あの時、その、今のカンタと一緒なわけじゃん、内藤が。そうです。そう考えると、オルタナ二人も頑張ってる。頑張ってる。19歳のアバンティーズとかが出てるわけですから。そう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 。なんか今日は、もう、あの時の感じで、まあ、最近もご飯連れてっていただいたじゃないですか、撮影後に。あー、そうだね、わらしべの後、まあ、ああいう感じで、もう定例会じゃないですか。あー、いいね。もう個人チャンネルなんで、うん、もう何もないんですけど、はい、話せればなと思って、はい、すみません、来ていただいて。わざわざ、いえいえ、お願いします。楽しみです。すごい家だ。それしかないわ、今日来て。見てくださってはいるわけですもんね。いや、見てるけど、こんなではないと思ってました。そう、やっぱここしか見れないじゃん、動画だと。確かに確かに。で、まあ、そのね、ショートで変な商品を紹介しつつ、はい、うん、この家がやっぱすごい、すごいよ。もっと、もっと出ていい、世の中に、この家。マジで、なんか、本当に、結構トップレベルだよね。あ、本当っすか。うん、おもろい家。あ、ありがとうございます。そんな自覚なかったな。すごいいい家。スイッチ入れたら赤くなる。いや、本当だ。めっちゃ熱い。面白いことですか。面白いこたつだ。え、こんなじんわりじゃないんだ。じんわりじゃないです。もうピッてやったら。すごっ、すごいね。これはこだわったの。こだわりました。やっぱ一個ずつこだわるんだ、買うものとかは。あ、昔は一切こだわんなかったんですよ。なんかアマゾンで上位に出てきたものをポチるみたいな。そうです、そうです。なんで靴とかもボロッボロでもいいし。あー、確かにそのイメージあった。で、パソコンこうカタカタ。そうです、そこだけみたいな。ここに生きてたんですよ。やめたんですよ。あー、だから最近だったら、うん、ナイキの靴とかを、うん、その朝9時とかに予約するやつとかも狙ってみたりとか、うん、そうなんだ。スニーカーとリュックは好きなんですよ。今 Y3 のやつ使ってるんですけど、これの次の次までも買ってあるんですよ。Y3 シリーズの。いや、違うんですよ。あ、違うんだ。街に出て、あ、次の次のリュックだって見つけたらもう買っちゃうんですよ。やば。多分結構変わったっすよ、僕自身。確かに逆言ってるかもしんない。俺散歩しかないもん、趣味基本。ちょっとじゃあ乾杯、すいません。乾杯しましょう。でもこんな感じでもう全然、うん、適当にね。え、お酒飲む？いや、僕飲まないですけど、今日はもう行くとこまで行くっす。はい、みかんチューハイ。いただきます、ね、いただきます。ありがとうございます。なんかアンケみたいなね、これの。美味しい。
具合は。え、じゃあ散歩が好きなんですか。そう、最近は。でもなんかそうだね、ジャパ散歩、ジャパ散歩ジャパ散歩撮ろう。まあ今日は夜だからあれだけど、今度ジャパ散歩呼んでください。ジャパ散歩いいな。ブラタモリみたいな、ブラタモリみたいな感じでありだな。ジャパ散歩やってください。久しぶりに実家帰ったのよ、年末。はいはい、はい、そしたら父親の趣味が登山と、うん、まあ、歩くことだ。どんどん父親になってくんだなって思った。怖いですね。そう、俺も登山をちょっとやりたいなと思ってる気持ちあったのよ。散歩の次のこう散歩の進化系って、散歩の進化系、登山行くのマジで。はいはいはい。で、そう、だから父親になってくんだなと思った。え、昔は散歩してなかったですか。昔はしてなかったね。 YouTube さ、俺20代の時は何時間でもできたのよ、作業とか。はいはいはい、編集企画考えるの、うん、もう30入って全然できなくなって急に。だからもう休憩で散歩。あ、そういうことですね。気分転換をこう挟まないと、挟まない、潜れなくなっちゃった。潜れない。でもまあ潜ってないもん今最近は。最近も潜ってない。潜るのダメだなと思って。いや、本当に潜るの良くないですよね。良くない。あの頃ってやっぱ潜って苦しい苦しいって言ってたんですけど、潜るから苦しいんですよね。そう。もう今散歩してるんですよね、陸上を。陸上を楽しい。海からじゃあ外に出たんですね。そうそうそう。え、じゃあ今の企画の考え方ってどうしてるんですか。その散歩で生まれるんですか。散歩で生まれるっていう感じはないけど、でも今は、まあ、楽しさも結構重視。めっちゃ勉強になるっすね。いやいや、それが合ってるか分かんない。そのもう今のね、新世代の人はどうやってるか分かんないけど、まあ、そう で、ね、そう。でも僕の目線で言うと、やっぱオルタナさんと水溜りボンドってちょっと企画の作り方似てたりしてたんで、うんうんうん、それぞれコンビの個性っていうのもまあ当然あるけど、うん、やっぱ企画次第みたいな。確かに。だから企画が良かったら再生数100万再生とかいくけど、良くなかったら10万再生の日があったじゃないですか。あったあったあった。でお互い、あ、難しいなとか。そう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 。でもそれも間違いじゃなかったっすよね。そうだね。ここまで来る過程で言うと、俺らの時さ、なんか企画って感じだったね。その3分4分で企画をやりますって。で、企画力っていう言葉、企画力あるね。そうそうそう、多くなかったですか。そうで、なんかその例えばコーラとかメントスコーラとか、そういうテーマの中でいかにこうずらして企画をやるかの勝負みたいなね、はい、ところあったよね。あったんですけど、だいぶ変わりましたよね。だいぶ変わったね。オルタナさんは結構チーム化に振り切ったっすよね、うん、チーム化に。今もう、ね、まあ、6人ぐらいで出てる。今そうだね、6人チームオルタナって言って、それも面白いっすよね。俺らもスカイピースも水溜りも、まあ、コンビだじゃん、はい、最初。水溜りピース、そうですね。そうで、コンビで大きくなった後にチーム化するってゲロむずいのよ。いや、むずいっすよ正直。わかりますわかります。僕らも P さんとキイチとかがいた時ってちょっとチームっぽくなったじゃないですか。ああ、そうだよね。ちょっとそのやっぱ企画の幅も広がったりするんで、うんうん、出る側もちょっと新鮮になってきたりとか、後輩より面白くありたいとか、いろいろあるじゃないですか。それもなんかいい効果だったりしたんですけど、うん、でもやっぱ難しいっすよね。難しい。それをね、受け入れてくれる視聴者さんが最近ね。いやー、いいですよね。そう、だって俺と内藤人気、多分今人気投票したら、正直一番最近入ったあの内藤の弟のともくん、はい、ともくん、はい、知ってます。いるんだけど、多分1位取る。え？ジャンプのその人気投票みたいな。それは絶対に勝ってください。いや、そうだよね。もう今から、うん、だって乗っ取られますよ。うん。ダメっすよ、もうそれは。乗っ取られる。他のメンバーの人気がえぐいから。え？マジで悲しいぐらいその俺のコメントないの動画に。そう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 。だから内藤とももうあんま話すことないの、二人だと。ああ。もともと俺と内藤ってそんなに話すタイプじゃないのね、人と。うん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 。人に興味ないっていうか。だから二人こう仲良くなって YouTube 始めたんだけど。あんまり話さない人たちが組んだコンビなんですか。そう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 。だから無理して動画で喋ってるのよ。あ、そうなんです。そう。カンタってさ、結構おしゃべりじゃん、はい、普段から。僕、トミーがめっちゃ喋るっていうイメージあると思うんですけど、僕めっちゃ喋るっす。めっちゃ喋る、カンタ。最近その令和荘で、
内藤さん炎上事件炎上してたね。今でこそ笑い話になったんですけど、ちょうど内藤さんと連絡取ってて、うんうん、めっちゃ落ち込んでたんですよ。そう、なんか俺もカンタとその時連絡して、内藤がちょっと今炎上してるからちょっと待ってみたいな言ったこと あった気がする。何か忘れちゃったけど、あ、そうだそうだそうだ、うん、なんか動画撮りませんみたいな時に、あ、そうだ、僕多分同時に連絡送るんですよ、そういう先輩片方に行くよりは、うん、で、内藤さんの話になって大丈夫ですかみたいな、飯行ったんですよ。あ、そっかそっか、うん、内藤さん、あ、そう、行ってた行ってた、はい、そしたらもうこうでした。マジ？はい、僕時間ぴったりに行ったんですけど、もう10分前に来てこういう状態で待っていて、で、NFT のお金を集めるやつみたいなのが机に置いてあって、こうやってなってたんですよ。内藤さん大丈夫ですかって言って、まっすぐな人じゃないですか内藤さんって、うんうん、だからこそこうみんなのために動こうとした結果、ちょっと話がややこしくなっちゃったみたいで、もう大ダメージ。ジャパさんが生配信中に電話したことあったじゃないですか。あ、電話ね。で、ちょっと内藤今このこれ変な感じになっちゃってるからっていうその調整入れた時あったじゃないですか。何千代日本であれ。レバノだからそこまでこうね、取り上げられてないけど、相方がね、そうです、生配信中に説教、あれですよね、軽い説教するみたいな。なんかコメントがちょっと収集つかなくなっちゃったんですよね。そうそう、あんま良くない。一回こういろいろバタバタして訂正を入れたらよりややこしくなっちゃって、そう、あれは見てたんですか。そう、見てて、はい、でちょっとやばそうだなと思って、でメンバーに連絡して、一応でメンバーも、いやこれやばいですね、同じ気持ちだったから、あ、はいはい、で電話しようと思って。え、それ結構マジでかっこいい決断ですね。結構ちょっとしづらいじゃないですか。しづらいね。でも、まあ、内藤とももう長いから、うん、なんか内藤ってなんだろうな、そのなんかそういうとこあるじゃん、そのいや、わかるっす、わかるっす、わかるっす。いや、でもそこもカリスマ感ありますけどね。そうだね、そうそうそう、だからこそのこうなんかガッとなっちゃってる状態なんだろうなって、うんうん、悪気がないし、そうそうそう、悪気がなくこうガッとなって、なんか天然というか、うんうん、なんかねそういうタイプなんだよね。はい、はい、内藤さんと飯行った時に口を開けば、いや今までコンビジャパと組んできたけど、やっぱシミュアジャパ本当にすごいって嬉しいわ、それは。相方がいないところでの内藤さんのガチ褒め聞きました、僕。うわ、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、それなんか、やっぱ自分ってこうやってやってたけど、すげえ支えられてたんだな、みたいな、あー、なるほどね、ことを言ってて、めっちゃいいコンビやんって思ったんですよ。あー、それ嬉しいわ。まあ、内藤さんのこの勢いとかっていうのも絶対なんかその、うん、そうだね、すごいですし、うん、そっちに多分注目が集まりやすかったりすると思うんですけど、うんうんうん、内藤さんがやっぱそこでめっちゃ感謝してたんで、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。多分本人には言えないじゃないですか、そういうのって。うん、そうだね、まあ言ってくれてはいたけど、はい、やっぱ他でも言ってくれてるっていうのが一番嬉しい。え、だからさ、全然使えなかったらカットになる。あ、全然大丈夫です、大丈夫です。トミーもさ、その、うん、まあちょっとこういろいろあった時あったじゃん。ね、うん、でさ、俺、まあ、トミーもね、それを乗り越えて今こう復活してるのすごいと思うんだけど、うんうんうん、カンタはカンタでさ、俺すごいと思う。おー、嬉しい。相方がああいう状況になってどういう心理なの？そのやっぱさ、言うたら俺だったらね、うんうんうん、ちょっとイライラあると思うのよ。ああ、まあ作り上げて2人でやってきたとしても、そうそうそう、はい、で、ちょうど水たまりこれからっていう時だった気もして、うんうんうん、なんかそうですね、ちょっとこう新世代とかも入ってきて夏気合い入れようっていう話とかしてて、そうそうそう、とかしてる時で、うん、それどういう心境だったんだ、もし今後ナイトがもう俺かな、やばいかもしれないっていう炎上を仮にした場合、俺どういう心境でそれ乗り越えたんだろう。まあ逆もあるし、意外と僕メンタルめっちゃ強いんですよ。強い。でもやっぱあん時はちょっとは不安定になってたのかなって思うんですよね。そのラジオもやってましたし、そうだよね、
で、あ、イベントも来ていただいて、あ、そうだよね、あんなんやんないじゃないですか、一人でイベントなんて。とか、動画も載せたらいいのか、載せちゃいけないのかとか、うんうんうん、なんか、僕が言う方がいいことと、言うとややこしくなることとかもあったりするんで、わけわかんなくなって、生配信で100キロ走ってるんですよ。なんか、トミーが、じゃあ今どうしてるんだろうとか、じゃあカンタ一人でやってこうとしてんのかなって思われんのも違うし、でもかばいすぎても今度話ややこしくなっちゃう。じゃあ活動をしない、二人で休むってなっても水溜りボンドっていうものがダメージを負ってしまうんで、わけわかんないじゃないですか。走ろう。ああ、でもそうなるのか。もう僕にその最後に残ったものって、うん、まだまだ頑張りたいしかなかったんですよ。だから事務所の方にも無理言って、ズームで24時間走って。ああ、なるほどね。で、体もそんな動かしてなかったんですけど、もうやるしかねえと思って、走って、で、ファンの人もすげえ応援してくれたんですよ。めっちゃなんか、まだまだ頑張ろうっていうパワーがそこで溜まって、そこから切り替えて、頑張れたなって感じです。意外と、で、それで一皮むけたとこあるっすね。おー、なるほど。はい、もう一人の活動を経て、なんか取り繕っててもしょうがないなって思うようになったっすね。できないならできないって言った方がいいんだなって思うようになりました。あー、なるほど、うん、そういう意味では、なんか鎧を脱げたところはありますし、うん、カンタってさ、はい、あの、昔からそうだけどさ、結構、なんていうんだろうな、自立してるよね。あ、トミーがね、こう、いろいろあった状況で、お互いに依存し合ってたり、はいはいはい、悪い意味でね、してたら、やっぱその、仲悪くなったりとか、あると思うんだけど、カンタ結構、線引き、いい意味であるよね、人との距離感とか。そうっすね、なんか、結局、良くない言い方すると、期待しすぎないようにはしてます。そもそも YouTube でこんなに見てもらえるって、マジで思ってなかったんですよ、自分。その時点で、ね、もうプラスなんですよ。え、カンタってさ、その、怒る時はあるの？怒んないっすね、僕。おぉ、無だよね。それでも、まあ、それがゆえにさ、まあ、カンタって昔サイコパスみたいなキャラもあると思うんだけどさ、はい、でもそれってめっちゃいい処世術だと思うのよ。自分のことやりたいことに集中できるじゃん、周りにイライラして。そうっすね、なんか、え、本当にイライラしてないんですよ。すごいわ、それ見習いたい。本出してほしい。なんで本出すの？無っていう。無っていう本、おもろいっすか？いや、おもろい。絶対これね、結構悩んでる人いると思う。イライラします？する。何の時イライラします？なんかその、自分がどう思考してるかを、もうあんま考えないんで。うん。やっぱ人と接するとさ、こうあってほしいとか、うん、その、なんか、期待しちゃう部分あるじゃん。だから、ちょっとイライラしちゃうのを、俺は すごく抑えてんのよ、常に。ああ、これダメだ、ダメだ。このイライラしたら、自分が期待してるだけなんだって思いつつ、結構、面白いかもって、全部逆転してるかもしれない。なんかの案件とかで、めちゃくちゃピッチピチの服だったんですよ。ありえないぐらい。逆におもろいか、この状態って思って、10キロ焦げるんですよ。おもろいかってな、何？そのおもろしろさ伝えるの。ただ、唯一あるとしたら家族にはイラッとしますね。僕、マジで。なるほど。母親の電話とか、めっちゃなるっす。怒るっす。なるほど。おかんに、なんでそういうことをできないの、うん、とか。うんうんうん、いや、それ、え、多分それがみんな、あの、一般全員にあるの。でも、親にイラッと思う気持ちはすごいわかるんだけど。親は怒っても嫌われないって思ってるかもしれないですね。おー、なるほど。もしかしたら。なるほど、なるほど。ただ、やっぱ家族とか、本当に血がつながってるとかじゃないと。なるほど。怒ったら嫌われるが勝ってんのかな。なるほど。だからもしかしたら、そのカンタの、まだ閉ざされたカンタがいるのかもしれない。いる予感がします。ガチガチに固められた中に。そうっすね。でもそれで、マイナスになってる感じはしないっすね。うん、まあね。うん。なんか、多分趣味とかで発散できてたりするんで。うん。僕でもなんか一個思ったのが、ドッキリ結構かけられてきて、で、トミーにもかけてきてるんですけど、うんうん、人間には2種類いると思ってて、うん、
僕はやっぱ中高からちょっといじられキャラだったんですよ、うんうんうん、なんで例えば歩いてて急にうわーってされたら僕はもうふぅってなるんですよ。で、それをすることで皆さんに喜んでいただいてたんですよ。なるほど。そのうわふぅわーで、もう僕も得じゃないですか、みんなこうなってるんですけど、トミーとかは脅かされた時にふぅってなるんですよ。なんで？なんで脅かすの？ってなった時って楽しませようとかじゃないじゃないですか。それは脅かしてきた側の人間なんですよ。なんで脅かしてきた側と脅かされてきた側の人間がいると思う。弟だよね、一番。弟っす、弟っす。姉がいて、姉ちゃんが10個上で。10個上、はい、兄ちゃんが8個上です。8個上っていうことだ。でも俺の中で理論あって、はい、前話したかもだけど、その弟が入ったのよ。はいはいはい、その兄弟、リアルな兄弟、あのチームの方の内藤兄弟って、うん、TK 兄弟ってのがいるんだけど、やっぱ弟の人気すごいのよ、うん、で兄はなんかねちょっとこうリアクションに乏しいの。俺と内藤って、内藤って天然っぽく見えてたりするんだけど、ドッキリとか意外にもうプライベートめっちゃ静か。俺も引っかかる感じじゃないんですね。そう、気づいちゃったりする。で俺もトミータイプ。おでも弟ってすごいの、なんか可愛がられ要素がえぐくて。で俺調べたら松本人志さんも弟で、お鶴瓶さんもちょっと正確な情報わかんないけど7人兄弟の末っ子一番下とか。はいはいはい、そう、 ありそうっすね。おもろい。カンタの人間性について。確かにな、怖いな。でもカンタが見えてきたわ。ちょっとショートだけ公開してもいいですか？どうぞどうぞ。急に。え、公開してなかったの？僕公開予約しないんですよ、絶対に。え、なんで？自分で作ってるからって。え、じゃあ嫌なんです。その公開って公開予約、公開、非公開みたいなんだけど、公開を押して公開するんだ。絶対に。え、今までずっと？案件とかはあれですけど、基本的に。えぇ、大体でも8時に出してるよ。はい、うん、でもコメントとか気になるじゃないですか。なんでそうしてるっすけど、でもやっぱ すごい手動でやってると恥ずかしいじゃないですか。であんま言ってないです。すごいわ。でも思い入れがあるからなのかな。自分でもやっぱ最近びっくりするんすよ。なんか変な人なんだね。まともに見られるでしょ。ちょっと多分まともに 見られて生きてきてますね。ねえ、いや、割とまともなんですよ、多分。でも、欠落してる何かあるっすね。なんか欠落してるか、でもだったら強みだと思うけど、なんかあんまり、しっかりしてるんだぞって思わない方がいいっすね。もう、ファンの人とかも分かってるっすけど。でも俺、そのイメージちょっとなかったわ。カンタはしっかりしてるっていうか、ストイック。うん、それは多分あるっす。カリブラのジローとかに夜、六本木で飲んでるけど来ないって言われた時とかは、その時ランニングしてたんですけど、六本木まで走っていって、みんなお酒飲んでるんですけど、水だけ飲んで帰りました。いや、だからどっか間違っちゃってんすよ。カンタの、なんか密着動画とか見たい。出てこないんですよね、そいつ。なかなか、多分その心の核の部分じゃないですか。油断したときにポーンって出てくるけど、え、動画回ってさ、密着動画でさ、動画回ってたら出ないんですよ。もうお酒基本飲まないんですけど、動画で泥酔企画みたいなのやったときはおもろいか不安なんですよ。やっぱどうなっちゃうか分かんないんで。でも今んとこ100発100中でハイテンションになるんですよ。そん時は多分そいつ出てくるっすね。で、泥酔人狼みたいなのやった時は、その後ライブ見に行く予定だったんですよ。で、ちょっとそのお酒もあるからどうしようかなと思ったんですけど、やっぱ真面目なんで行ったんですよ。で、真面目すぎてライブこの状態で見るのも申し訳ないってなって、ライブハウスのトイレで編集してたんですよ。怖くないですか？怖い。ライブハウスのトイレで編集おもろいな。真面目ではありそうなんですけど、普段さ真面目な話しかしないじゃん。
そのあ、ジャパさんと飲むときとかも完全そうです。え、でもカンタさ、他の人と会うときは真面目な話多いでしょ。そんなことない。基本真面目かもしれないですね。真面目な話の方が安心。だからわざわざ時間作ってもらってるから、後輩とのようにそうなんですけど、何か持って帰ってほしいみたいな。せっかく自分に時間割いてくれたから。そういう気持ちだったんだ。俺初めて知ったわ。こんだけ自分は考えてて、だから YouTube の話してても、僕が気づいたことって多分全部言ってるっす、うん、隠して人に出し抜こうとか思わないっす、うん、ご飯食べていただいているんで。へえ。え、もうシンプルに俺カンタ真面目な話好きで、 YouTube の話結局するじゃん、あったら、はい、YouTube 最近どうみたいな、うんうんうん、だ そういうの好きで、いや、そんなことないです。で結構いろいろ喋ってくれるなと思ってたら、そういう意図だったんだ。だから今日とかもジャパさんがうち来てくれるってなったんですけど、行けることなら行きたいですもん。その来てもらうっていう時点でもう失点から始まっちゃってんですよ。いっぱいお土産あげないとっていう、その、いや、あ、それギャップだわ。ギャップっていうか、そう思ってなかった俺。めっちゃいい。プラスっすか。めっちゃプラス。はい、マジでそうっす。だから基本撮影とかもオルタナさんのとこでやりたいです。いや、俺全然思ってなかった。なんか、まあカンタのイメージは無邪気。はいはいはい。だから何も考えてないんだろうな場所とかも。いや、そんなことないですね。だから、飯屋とか、何から何まで、いいとこだと、こう思われちゃうかもしれないし、でも良くないところすぎるとあれだし、じゃあもう、相談して偶然行こうとか。そこまで考えちゃってるんですね。本当に？マジっす、マジっす。すごっ。いや、それ、分かってなかったもんね。え、マジっすか？複雑だね、簡単。めっちゃ複雑っすよ。大変。脳が疲れて、多分辛くなって、早く帰っちゃうんですよ。パンクしちゃうんですよ、もう。でもさ、その考えてるのさ、見せない。なんか、そんな考えてくれてるのっていうのを今初めて知って。はい、はい。でも、それをさ、なんか、無邪気さの鱗で覆ってない。ああ、なんか、そんな。気使わす、なんか、こんだけ考えてるんですよって言いたいわけじゃないですよ。多分今、ポロッとこう出てるだけで。言ってるだけで、え、そんなにまでして気使われてもむずいわって思われたら嫌なんだ。なるほどね。ってとこまで考えてた。嫌われたくないがめっちゃ強いですね。なるほど。で、嫌われたくないでめっちゃ考えるけど、その考えてるのを見せたら気使わせちゃうから、考えてないように見せて、もう体当たりしようみたいな。逆に体当たりだみたいなそれ初めて知ったわ。深みが出たわ。簡単な。ありがとうございます。ようやく一個こう進んだってことです、うん、あ、だからちょっとサイコパスに見える。でも嘘はつかないです。一つ言えるのは、その気に入られるためにうわって言うのは絶対やんないですそれはできないんですよ。あ、なるほどね。そのまっすぐでありたいっていうのはあるんで、意外とピュアに今話してんのにっていうパターン。あー、だから無邪気な時もありますから。そうだよね、はい、複雑だな。ただ来ていただくとかなった時にはしっかりしないと、なんかプラスでこうやりたいとっていうのは無邪気に話してるんですよ、多分。うん、っていう。なるほどね。分かんなくなった。分かんなくなった。いろいろありすぎて分かんなくなった。いろんなパターンがありすぎて。でも僕の好きなアニメとかってすげえドストレートですからね。僕らが話すとなると、うん、苦しい。そんな乗せようと思いました今。苦しいなみたいな話多かったですけど、最近ポジティブな話多いですよね。ね、この前もさ、久しぶりに飯食った時もあんま YouTube の話しなかったもんね。そうですよね。なんかよくわかんない飯がいっぱい来る店ですよね。あ、そう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 。そんな会話できなかったですもんね、昔。できなかった。なんかそれが間違ってたんだなって思った俺は。うわー、かなんか深い話すると、はい、YouTube でそのまあ、俺は中途半端に頭が良かったんだなって自分のこと思って。わかるっす、わかる。めっちゃわかる、めっちゃわかる。だから目先の数字とかにとらわれてこう再生回数とか思ってたんだけど、まあ、もっと頭いい人とかはもう将来的なことを考えてこう一歩ずつ階段を登っていくっていうか、二段飛ばしして怪我しないようにちょっとずつこう積み重ねていくみたいな。で、俺はそれがまあ
なんか中途半端に頭良かったから、企画をこう考えてとかやってて、でもそうじゃなかったんだなって思った。 YouTube とかクリエイティブって、そうっすよね。やっぱ世間のそのエンタメとかだと、映画監督がいたらプロデューサーがいたりして、プロデューサーがその数字の部分をこう、うまくこう作ったものを広める作業をしたりとか、僕らってどっちもやらなきゃいけなかったりするじゃないですか、だから僕いろんな知り合いとかいるんですけど、プロデューサー型だねって言われるんですよ。なるほど。結局その広める方の知識とかやり方ばっか考えて、で面白いと思うこともあるんですけど、そこの自分をあんま信用してあげれてなかったのと、でもあのオルタナさん の, あの青タイツ着てやってるあのギャグ100連発はあれ芸術ですあ、芸術。え、個人チャンネルってやんないんですか、ジャパさん。個人チャンネル、それはなぜやらないんですか。チームでやるの好きなのよ。監督タイプなのね、結構、はいはい、自分で前出るっていうよりも監督タイプで、カンタにも近いのかな、なんかこうただただいい動画を作りたいっていう感じ。それはでも僕も多分前も昔話したんですよね、カメラ持つ側でもいいよねみたいな。あ、持つ側でも全然いい。面白くて自分が楽しかったら、そう、目の前のその出てる人が面白くなってたら嬉しいですもんね。そうそうそう。だから2人でオルタナをやってたんだけど、2人でのオルタナは結構見せきったなと思って、もちろんねファンの人は2人のシーンとかが見たいっていう人もいると思うんだけど、なんか俺的にはグループとかそっちも挑戦したかったの、そういうコンテンツも。だからプレイヤーだったらさ結構プライドあるじゃん、だから内藤とかは結構そこで葛藤してた時もあるんだけど、その2人からチームになる時に目立たなくなるっていうところもあるから、俺あんまそこはなくて、監督でありもパスをとにかく出したいタイプ、僕もでも逆にチーム化は考えてなくて、なんか水溜りボンドっていう2人組が、まあ、コラボとかはあると思うんですけど、楽しんでもらえる限りはそれを続けたいなっていう、それを新しく見せるとかの工夫を続けたいなと思いつつ、そのこちゃんやってよかったなって時はやっぱ企画と編集僕がメインやってることが多いんで、なんか僕が個人チャンネルやり始めたらファンの人心配しちゃうのかなとか思ってたんですよ、その、なんか力をこうやってるのかなって思ったんですけど、でも個人チャンネルって本当にただ飯行ってるのが出るとか、なんかカメラを理由にその素の自分が出やすいなっていうのもあるんで、なんかやってみようかなって思ってやってみるとファンの人が結構喜んでくれて、なんで結構もう頭の中で分けて、やっぱ時間で言ったらメインチャンネルでめちゃめちゃ時間かけるんですけど、1本頑張ってメインチャンネル撮ってる時に2本個人チャンネルできたりするんですよ。なるほど。ちょっと不思議なんですけど気を抜いて撮れてはいますね。なるほどね。個人チャンネルやっぱ楽しい。楽しいですし、僕はその気使っちゃうところがあるんで、個人チャンネルで話しましょうっていう方がコミュニケーションとして楽っていうのあります、ね、なるほどね。はい、なんか前言ってんどっかで、そうっす、カメラを理由にできるというか、多分ジャパさんと飯って話すよりも意外とこういう場で話してる方が素直に喋ろうってすごい意識するかもしれないです。俺もそうだ。あ、本当っすか。俺もなんか結構メリットデメリット考えちゃうから、飲みの場とかでもやっぱ会いたい人に会いたいし、自分が、だから飲み行った時もせっかくなら動画撮りたいなって思っちゃったり。でもそうですよね。そうそうそう。だから嫌な人がいたら絶対やりたくないですけど、そうだね。だから逆にこちゃん始めてジンタンとかより仲良くなったし。確かに。意外とメインって企画考えてるところもあるんで、ちょっとボケづらかったりするんですよね。確かに確かに。企画説明しなきゃいけないじゃないですか、 MC だとね。はい。で、自分が企画説明してボケてもなんか用意してきた感あるじゃないですか。だから多分しっかりしてるように見えるんですけど、こちゃんではもう許してくださいっていう気持ちで、マリオカートとかもこの間やってたんですけど、あの顔を緑色に塗ってグリーンバックの状態でやってたり何でも自由に。で、怖いと思いますよ多分。変な人だ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いろいろ喋ったね。すいません。でもなんか個人的には多分ジャパさんと話したからこそ出る話もいっぱいあったと思うんで、確かにこれが動画に出るのは嬉しいなと思います。いつもあったらこれが飯で終わりじゃないですか、なんか今日楽しかったなんですけど、これをみんなと一緒に楽しめるの いやちょっとね、なんか
定期的にね。あ、ぜひ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 。本当に。え、ジャパさんの方もなんか撮りますか？なんか撮ろうかな。ぜひぜひ。スマホしか持ってきてないけど。はい。いや、ありがとうございます。なんか、ちょっとなっちゃったけど。なんかあるわ。個人チャンネル。いや、なんか絶対あるんですよ。違う。変なものいっぱいあるんで。いいじゃん。変なもの。だいぶやってます。いや、俺、なんかね、あんま飲まないからさ。あ、いや、嬉しいっす。もう普段。そうっすよね。うん。だいぶね、もうね、回ってないですよ、ここが。僕もでも結構、ちょっとテンション高め。だって、テンション高くなるタイプだね。片膝で喋ってますね、今。俺、酔ったらテンション下がるタイプだ。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは、楽しんでくださった方は、ぜひ、ジャパさんのチャンネルと、オルタナさんも見に行ってみてください。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。